あ、見える、めっちゃ見える。読める読める、結構見える。VCP のみきさんです。VCP のこちらです。 VCP のダーマスです。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。はい、じゃあ今日はね、はい、ルミノール反応ルミノールっていうのをやっていきます、うん、ご存知あれですよ、刑事とかが血の跡をなんかこう、検視みたいな人たちのやつ。そうだね、化学発酵、高校の化学の時はビーカーに多分いろいろこういうね試薬入れてパッと浸ってパッと終わるんだけど、今回はその光らせる時間を長く保つために少し工夫をして、そんな工夫が、はい、実験していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちら目の前に用意してある鉄イオン、鉄イオン、オレンジ、はい、オレンジこれをそう持っているティッシュにくるみます、はい、くるむ、くるんでセロハンテープで留めます。セロハンテープ、まず、まあ、この適当でいいんだけど広げてもらって、はいはいはい、入れます、入れます、うん、こんな感じで、あとはセロハンテープで、なんか筒状にしようかな、じゃあ、あ、いいよ、なんでも他、あ、そう、基本的にはテープでぐるぐる巻き、はい、にするんだけど、はいはい、全部やっちゃうとあれ、溶けなくなっちゃうから一箇所溶け出す口をつくの、そうそうそう、あ、なるほど、いいのか、中の液が染み込んで、その染み込んだやつと中のやつが反応する的な、適当に、適当じゃないけどちょっとね、うーん、完全には多少の逃げ道、染み出すボディ感あれを作るみたいな。じゃあ今できました、できました。次これね、ルミノールの、はい、ルミノールと水酸化ナトリウムが入っているものなんだけど、ここに過酸化水素を入れてもらっていい、ミリずつね入れてもらっ、はい、はい、じゃあ電気を消し、消しました、ました。じゃあさっきね作ったこのティッシュの塊を入れてください、はい、せーの、はい、でキャップをして、あとは振る振る振る、おみんな光った、俺やばこれやば、ちょっとセロハン手抜いたかもしれません、ね、なんかプラズマの光とかによく、ただすごい光った、あ、すげえすげえ、ケミカルライトじゃんこれ、え、めっちゃ光ってる、なんで、え、明るい、明るい、すごい、あ、でもなんかピー、ね、お、すごい、今が、あ、見える、めっちゃ見える、お、すげえ、お、すげえ、これ完全照明じゃん、あ、めっちゃ見えるよ、めっちゃ見えるよ、ほら、読める読める、結構見える、あ、全然見えるね、すごい、おー、すげえ、わ、すげえ、めっちゃ明るい、あ、マリンブルーじゃん、ハサミって書いてあるの読める読める、一体何が書いてあるの、ハサミハサミって、すごい、はい、じゃあ今ルミノール反応、はい、やって、疲れたね、たくさん振ってね、これ流行りなの、化学発酵をやってきた、やっていったんですけども、はいはい、解説、これの解説ができましたね、これルミノールの圧式じゃねえや、構造式を書いたんだけども、まあ、これルミノールで、まあ、入ってたやつね、はいはい、でそこに鉄ティッシュにくるんだのが鉄イオン、はいはい、と過酸化水素加えたよね、あ、入れてもらったね、そう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 、触媒を加えることによって、うん、このルミノールが冷気状態、ほう、冷気状態、なんかよく聞くやつね、そう、冷気状態、エネルギーの高い状態に な,、うん、なっているんだけども、この状態ってとても不安定で、はい、こっちの規定状態が安定した状態だから、この冷気状態から規定状態に、そうそう、不安定から安定に、まあ、不安定だからね、安定の方行きたいじゃん、うん、行くんだけど、それに行くときに、まあ普通ならなんだろう、熱のエネルギーとか出るじゃん、出ますね、ね、だけどこの反応では熱じゃなくて光エネルギーが放出されるの、冷気状態から規定状態に行くときに光エネルギーが放出される、でもその元のというか規定状態に戻る、そうそうそう、それで光るのね、なるほど、そうそう、でもこれ青以外ないんですかね、いや、ある、ある、例えばホタルも、ああ、ホタル、まあ、蛍光って字にホタルって字が入ってるけど、蛍光じゃなくてあれは化学発光だから、これと一緒で、まあ、違うけどね、サイエンスフラッシュ、あ、そうなんだ、そうそう、だからでもあれは黄緑色、うん、確かに今とは違った、そうそう、この物質とかによって出る波長
が違うからその黄緑に見えたり、これだったら青、うん、青っぽかった、そうみたいに見えたりするというようなお話でした。すげえすごいね。そんなわけでいつかは警察に役に立つんだそうそう、で今回はね、そうティッシュでくるんで反応を少しずつ少しずつ進めていくことで、うん、なんだろう、光らせる時間長く、さあ全然違ったもん、ね、そうそうそうしたよっていう工夫をね入れました。はい、です。まあこれで反応終わりなんだけど、はい、ところでさっきルミノール反応って言った時にさ、はい、検視、あ、はい、で、あ、で鑑識です、そうそう鑑識でね血液をね、調べるのに使われるっていうのを言ってたけど、はい、うん、もちろん血液中には鉄含まれてるから、はいはい、光るんだけど、触媒鉄だからね、なんだけど鉄のものっていっぱいあるじゃん、判定能力がとても低いから、今そう小説とかではよく出てくるかもしれないけど、使われてない的な、そうそうそう、今はね使われてないよっていう。血液調べるといえばルミノールみたいなイメージがあるけど、噂が一人歩きしてる感じですね。そうなんだけど、なるほど、鉄ね、鉄が大事なんだね。そう、鉄だね、触媒、面白いな、はいそんなね、こんなで今日ははい、はい、ルミノールやってきました。はい、どうですか、面白いっすね、警察官になろうと思いました、はい、ビジュアル的に綺麗だ、綺麗でしたし、うん、なんか非常灯とか作るんですよ、災害時こうやって寿命がすぐかもしれない、めっちゃ巻かんといかんし、いや、もう巻いたら巻いたでもうめちゃくちゃやめましょうはい、すいません、はい、今回終わります、はい、はい、また次の動画でお会いしましょう、さよなら。